こんにちは、ゆうゆうホルンです。福島の方からプレゼントを送っていただきました。ありがとうございます。では早速開けてみたいと思います。はい、開きました。さて何が入っていることや、なんかいくつか入ってますね。でかいのからこれかな。じゃん、お、17歳のカルテ。これ知ってます？有名ですよね。うん、実はですね、てかもう DVD ってことでまずびっくりですよね。17歳のカルテ、17歳のカルテですね、見たことないけど知ってます。なんで知ってるかというと、 DVD を借りて見まくってた時があるんですよ。その毎週 3,4 本借りて、よし今日はこれだ今日はこれだみたいな、うん、でその時に見ようと思ってたんですけど、なかなかちょうど自分が手にすることがなんかタイミング悪くできず、うん、だからどんな内容かとかまであんまり詳しくはそこまで知らないんですけど、なんか17歳のカルテっていう映画がすごくいいというか、というのを聞いて、あ、ちょっと見とくかなって思ってたもんなんですよ。はい、まず DVD をもらったってことはびっくりですよね。じゃあこれはね、ちょっと後でね、ちょっと日を改めて、うん、2時間127分ありますから、ね、時間を作って、見させていただきたいと思います。では続きまして、こちらじゃん、ハードな毎日を送るあなたへ、なんだ逆についてか、あ、お風呂でのんびりしてみませんか、ん、お風呂グッズかな。はい、焼きました。じゃん、お、これはもしかしてもう一個入ってますね。お、ハートとロボットの入浴剤かな。あ、なんかお湯に入れるとなんかシュワーってなるらしい。今このハート型の方のその裏にこう説明書きが書いてあるんですけど、愛してる愛してない、お風呂の中で花占い、お湯に入れるとローズの香りが広がり、7つのバラのつぼみが浮かびます。へー、なんか仕掛けがあるんだ。じゃあこれを使ってお風呂でリラックスしたいと思います。ありがとうございます。何気にここに2年くらい前の俺がいるっていうですね、これも作ってくれたんですね。ありがとうございます。では、最後にこちら、じゃん、お手紙かな。ゆうゆうホルン様、お、ありがたい。これはわりかし最近の俺ですね。そして今ですね、裏側こちらね、これはね、ここのお手紙のここを留めるシールかな。え、これも作ってくれたんだ。ありがとうございます。じゃあね、ちょっと慎重に開けてみましょう。開きました。はい、開きました。はい、じゃん、DVD がレンタル落ちで申し訳ないと、とんでもないですね。じっくり見させていただきます。映画好きなんですね。うん、先ほどの17歳のカルテは、うちの母もこの映画好きだと、一緒に見ました。うちの家族映画バカだから詳しいんだよねっていう、うん、私はレンタルビデオで働いていたから安く借りれるから毎日借りて見てた。レンタルビデオ屋さんで働いてると安く借りれるもんなのかな。初めて来ました。いいな。うん、レナードの朝とチャンプは昔の映画だけど泣けますと。レナードの朝とチャンプ、わかんないな、ちょっと見たことないですね。ちょっと後で検索してみます。はい、最近の映画で泣いたのは風立ちぬくらい。風立ちぬまだ見てないんですよね。いいんですね。うん、ヒューマン映画好きだから俺も好きですね。恋愛とかアクションは見ないと。でもタイタニックは20回以上見た。20回以上は相当ですよ。映画を見て泣く人ですか、我慢する人ですかっていうことですね。うん、映画はあんまりコメディとかアクションはそんなに見ないんですよね。好きなのはジャンル的に言うと SF が好きなんですよね。うん、であとは結構ホラーも見るし、あと恋愛ものも好きですね。うん、で映画で泣くかってとこで、あんまりその泣く映画ってのをそんなには見てないんですけど、でもそうですね、どっちかっていうと恋愛もので泣くかもしれないですね。あと泣くっていうと、泣くツボをなんかうまくなんかこう疲れるのか、クレヨンしんちゃんは泣けますね。あ、ちなみに俺の中でのその究極の SF は、まあ、映画というよりかはちょっと海外のまあオムニバスのまあドラマ的なものだったりするんですけど、ですね、トワイライトゾーンというものがありまして、これは本当に有名で、まあ本当昔のままなんですけど、
これはもう超好きで、まあ、なんか検索とかしてもらえると、なんてどんなもんなのかっていう、まあ、SF ですよね。うん。ちょっとですね、そのトワイライトゾーン。あ、なんか最近もなんか作られたトワイライトゾーンっていう別のトワイライトゾーンもあったり、なんか日本でも作られてるトワイライトゾーンもあったりして、それはまた別なんですけど、本当に何十年も前、何十年って言っていいのかな、まあだいぶ何十年前の、すごい古いシリーズがあるんですよね。それが超好きです。で、先月の大雪直撃のライブに来てくれたんですよね。ありがとうございます。ね、あれからもう1ヶ月経ちますね。早いんですよね。うん。最近はお料理にこだわっていまして、オリジナルレシピを考えて作っています。いいですね。友達が作ってくれたのは、下のシールとメッセージカードです。あ、先ほどの、こちら、お友達さんが作ってくれたんですね。ありがとうございます。あとですね、この下に貼ってあるんですよ。こちら。これ作ってくれたんですね。これ今シールになってるんですよね。ありがとうございます。本当に優しい子で夜中に作ってくれたらしいです。ありがとうございます。風邪ひかないように気をつけてください。ありがとうございます。大事にします。それでは、DVD も入浴剤も大事に使わせていただきます。ね、お友達さんにもよろしくお伝えください。それでは、ゆうゆうホルンでした。バイバイ。ありがとう。チャンネル登録お願いします。